演歌歌手の森好美さんは、色川演歌、色っぽくて可愛いことを宣言され、今とても注目されている演歌歌手です。今回は森好美さんのことについてご紹介します。森好美さんは1989年7月2日生まれ、北海道のご出身です。森好美さんの実家は地元北海道の札幌で酒屋を営んでいることが分かっています。ただ彼女の実家の店舗名や詳しい場所は分かっていません。実家の酒屋は両親が経営していて、2018年に北海道で地震があった際には店の中が大変なことになったようですが、それでも来店するお客さんのためにお店を開いたのだそうです。森好美さんの実家の家族構成は父親と母親、彼女の下に2人の妹がいる5人家族なんだそうです。彼女の妹たちも実家の酒屋を手伝っていたこともあるようで、3人揃ってとても仲がいいのだとか。森好美さんの父親は実家の酒屋を経営していて、なんと父親も彼女同様にお酒が一滴も飲めないのだとか。そのためお酒は飲むものではなく売るものと語っているのだとか。また彼女の父親は昔から彼女の活動を誰よりも応援してくれていたようで、子供の頃の民謡の活動には熱心に応援してくれていたのだそうです。森好美さんの母親についてはほとんど情報がなく、どのような女性なのか分かっていません。ただ娘3人を育てながら酒屋も手伝っていることから、頑張り屋な女性なのではないかと思われます。森好美さんには下に妹が2人いるようで、顔は3人ともよく似ているのだそうです。ただ妹の顔写真などは出回っていませんが、ブログで顔を隠した状態の写真は掲載されています。姉妹は現在もとても仲がいいようで、一緒に韓国旅行に行ったり食事に行ったりすることも多いのだとか。森好美さんは4歳の頃から民謡を習い始め、小学6年生の頃には当時最年少で江差追分全国大会少年の部で優勝を飾っています。その後は日本民謡ヤングフェスティバルで優秀賞を受賞するなど、民謡チャンピオンとしてかなり有名だったのだとか。ちなみに当時はブラジルや東欧で歌を披露したこともありました。森好美さんは子供の頃から民謡歌手として注目を集め、18歳の時に NHK のそれいけ民謡歌祭りに出演。ここで彼女は細川たかしにその実力を見出されて支持することを決意します。以降は長年にわたって細川たかしの下で修行を積み、2013年にデビューを飾りました。2013年三味線渡り鳥で待望のデビューを果たすと、第55回日本レコード大賞新人賞を受賞しています。そんな森好美さんは2015年6月にファーストソロコンサートを行うと、満員の観客の前で演歌と民謡17曲を披露し、大成功を収めています。そしてその後も追い分け港やカモメの海峡をリリースし、イベントやテレビにも出演するなど精力的に活動した森好美さんは、2017年11月には第59回日本レコード大賞の各部門賞で日本作曲家協会選奨を受賞しています。森好美さんは2020年8月に大相撲力士の高安明さんと結婚し話題になりました。2人は2019年10月に婚約していて、新型コロナウイルスの影響や高安の怪我もあり、2020年8月に入籍が遅れたのだそうです。2021年2月には2人の女の子、2022年8月には第2子となる男の子が生まれていて、今後は力士を支える妻、そして母親としての活動がメインになると思われます。高安明さんは1990年2月28日生まれ、茨城県土浦市のご出身です。父親は日本人、母親がフィリピン人のハーフである高安さんは、中学卒業後に鳴門部へ入門し、度重なる脱走を経て2005年3月に初土俵を踏んでいます。そんな高安さんは2017年に大関に昇進するも、現在は東小結として大関復帰を目標に掲げ取り組んでいます。演歌歌手と力士とあまり接点がない森好美さんと高安さんですが、出会いは2016年2月の NHK 福祉大相撲での共演だったそうです。そして番組での高安さんの歌声を聞いた森好美さんは、歌が上手くて心をつかまれたと言います。しかし実際、この後すぐに交際がスタートしたわけではなく、森好美さんの師匠である細川たかしさんが、田子の裏部屋の後援者でもあったことから、一緒に祝賀会や激励会に参加しているうちに自然と交際に発展したそうです。そして高安さんと順調に交際してきた森好美さんは、2019年7月に高安さんから結婚しようとプロポーズされ、
2019年10月31日には2人揃って福岡県大野城市のホテルで婚約発表会見を行っています。2019年10月31日に婚約を発表した森好美さんと高安さんですが、その後大関陥落などが影響してか、なかなか正式に結婚には至らなかったのです。しかし2020年8月6日、森好美さんは大相撲7月場所前に高安さんと婚姻届を提出し、晴れて夫婦になっていたことを明かしたのです。また森好美さんは合わせて第一子を妊娠していることも発表し、ダブルでおめでたいと話題となりました。2020年8月に妊娠4ヶ月であることを発表した森好美さんは、2021年2月19日、自身のブログで第一子となる長女を出産したことを明かしています。そんな森好美さんの娘については、顔写真はもちろん、名前なども公表されていませんが、妊娠報告時に男の子ならお相撲さん、女の子なら演歌歌手にしたいと話していたことから、将来演歌歌手になる可能性もあるかもしれません。高安さんの子供は 3780g で生まれたそうで、というさすがお相撲さんの子供と思えます。生まれたばかりの我が子に関して写真を見たら、顔は自分に似ている、ますます頑張らなければいけないと語っていますので、今以上に相撲に励むことでしょう。森好美さんが去年8月20日自身のインスタグラムを更新し、第2子となる男の子を出産したことを発表しました。森好美さんは、指示ですが第2子となります元気な男の子を出産いたしました。おかげさまで母子ともに健康です。元気な産声を聞いた時は、感動と生まれてきてくれた感謝で胸がいっぱいになりましたと報告。さらに家族や医療関係者に向けて、電話で寄り添ってくれた主人、いたずら大好きで大変な時期の娘を大切に守ってくれている北海道の両親、小さな身体でパパママと離れる寂しさと戦っている娘、そして医療関係者の皆様には心から感謝の気持ちでいっぱいですと感謝の思いを伝えました。また最後には、無事退院したら真っ先に娘をぎゅっと抱きしめてあげたいです、家族4人になった高安ファミリーを今後ともよろしくお願いいたしますと綴りました。森好美さんについて検索をすると、義足なのというワードが出てきます。森好美さん、実は義足だったの？もしくは何らかの原因で義足になったのかと思い調べてみました。しかし、森好美さんが義足という情報は出てきませんでした。なので、なぜ森好美さんのワードで義足が出てくるのかわかりませんでした。これまでの写真やエピソードを見ても義足ではないように思えます。森好美さんが病気で入院したことがあるようで、その病気を調べてみました。その病気とは、急性胃腸炎ということでした。急性胃腸炎とは、ウイルスや細菌感染、ストレス、刺激の強い食べ物などにより胃腸の粘膜に炎症が起きる病気です。症状は嘔吐、下痢、腹痛などが現れます。森好美さんが急性胃腸炎になった時期は、新曲発表会の数日前の5月22日だったようで、緊急入院されました。しかし発表会の当日である5月29日の朝に退院され、無事発表会に出演されたそうです。2020年の7月に元大関の高安明さんと結婚されました。さらに結婚だけではなく、第一子を妊娠したことも発表されました。都内で行われた東京酒フェスティバル2020のオープニングセレモニーに出席した森好美さんは、妊娠について、お腹に新たな命を授かりました、初めてのこと、そしてコロナ禍の妊娠で不安もありますが、会える日を楽しみに、かけがえのない愛しい宝物を夫婦で守ってあげたいと思っていますと発表されました。この発表について、指示である細川隆さんは、嬉しかった、お酒を聞かれ、私の弟子の森好美さんに赤ちゃんできたことと答え、公安官はおとなしい、好みのホークが強いんじゃないですか、かかあ天下でしょうね、あそこはとも明かしました。森好美さんの引退説については、この結婚と妊娠の発表から囁かれたのではないでしょうか。森好美さんには紅白に出場するという目標があるようなので、出産のためお休みすることはあるかもしれませんね。さらにご本人も引退について何も発表されていませんし、森好美さんは引退などせず出産後も歌手活動を続けるようです。これからも彼女の活動を温かく見守り応援してあげましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。
ではまた次回でお会いしましょう。